さについて帝国軍のレイブス将軍より次の通り声明が発表されました。ラスカ地方の封鎖は上院式襲撃に関わった人間の行方を捜索するために行っている。影響が大きいことは承知している。全ては市民の安全のためであると理解願いたい。他に帝国軍はオート内での生活の支援も続けていると強調しました。先日までラスカ・クレイン地方を中心に頻発していた地震について帝国軍より次の通り発表がありました。地震の原因は巨神が目覚め暴れ出したことにあった。軍は巨神の討伐に成功し、周辺の被害が深刻になる前に防ぐことができた。この発表によると、すでに巨神はカーテスの大皿内部から。まさかさ、見つかんないとは思わなかったよ。シドニーが言うように、周辺の工場に運ばれていればいいが。守ってったのが帝国軍って可能性もあるね。またあのおじさんが助けてくれたりしないかな。アーデン最小か。やめてくれ、期待できるはずがない。だよね。どうする？ひとまずハンマーヘッドからの連絡待ちだ。大丈夫ねえし、しばらく歩きか。あれ、アンブラだ。何かを伝えに来たのか。どうする？追いかける。ケンティアナ、成績を背負いし王よ、雷神の啓示により力を宿しなさい。成績を取り戻すため、カンナギはルーナは無事なのか。雷神のもとにルナ・フレーナは武系を終え、紅葉の指輪とともについて、早くお会いなさい。あの方は神の使い、つまり神話のカンナギを支える存在だ。ほう、でかい話になってきたな。俺は無事だって。待たせて悪いな。もうすぐだ。必ず会いに行く。そう伝えてくれ。人間の長い繁栄のためにと、クリスタルが与えられたのです。でも、クリスタルはオートにあるよ。なんで僕たちだけが使ってるの？使っているだけなのではなく、王がクリスタルを守っているのです。守ってるの？お父さんが？はい。そうだったんだ。クリスタルは真の王を選び力を与えます。歴代のルシス王たちはその時を待ちながらクリスタルを守り続けてきたのです。僕が選ばれたんだよね。はい。クリスタルから力を得た真の王だけが星を脅かす敵を倒すことができるのです。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。
カンナギには王を支える使命があるのです。そっか、やってみる。僕が必ずやっつける。ノクティス様。ノクティス、お聞きなさい。王を導くためこの声を、天と地を結ぶ強き光、それは雷神の力。光のもとへと向かいなさい。指輪がルナフレーナ様のもとにあるならひとまずは安心だな。お会いできるのはオルティシエ？ああ、船の出会いが必要だ。カイムの港が今も使えるなら。昔の隠れ港か。よし、準備させよう。イリスに連絡しとくぜ。さーて、俺たちは雷神にお参り。また神様来たよ。これよし、着いた。いらっしゃいませ。ご利用ありがとうございました。よろしく。そろそろ行くか。エガネス、もう行くぞ。すぐ行く。巨神に引き続き雷神とは忙しいな。ルナフレーナ様もってことだよね。一人儀式を進められている。負担もあると言うし心配だな。ひとかに言っとくか。ゲームして。どこにか。ホテル軟弱か。頼むな。
なんであの人ノクトの手助けしてくれんの？ゲンティアの子。うん。あれ神様なんだっけ？24しな六神の使い。へえ。したからな。
ゲンティアナってさ、人なの？いや、24種は六神に近い存在だ。こんにちは。怪我の具合はいかが？誰？ゲンティアナ、六神の使い。ルナフレーナから聞いていない？これだ。でもよく知らない。ちょっと聞いただけ、ルーナに。ルナフレーナに？そう、ルナフレ。仲がいいのは良いこと。カンナギと王は常に共にあるべき二人。この世界を守るという使命のために。今のはゲンティアナとゼネブラエの雷神は王への啓示を待っている。急ぎなさい、雷神のもとへ。帝国は王を恐れている。この地の道すべてを力で封じるほどに。どうしたの？また頭痛？ゲンティアナの声がした。神に通じる能力か。巨神の時の頭痛と同じなのかもな。よろしく。カンナギの手によって神は目覚める。王に力を与えるために。どうした？また声が。ああ、ルーナが六神を起こしてるんだ。言ってたルナフレーナ様の話、本当だったんだね。場所や時期から考えると、王都を出てすぐ巨神の元へ向かったのかな。頭が上がらねえな。早く追いつかねえと。ダスカ地方で集落や畑を襲っていた野獣、通常また来てくれよ。ありがとうございます。頼むな。イリス？電話見てねえのか？ノクト、魔導エンジンの音がする。
カンナギの受け入れは済み、残るは刑事のみ。急ぎ大臣のもとへ。準備はなされている。ロクト、大丈夫？ああ、早く刑事受けろってさ。神に力をもらえるか。刑事を受け、独身の力を身に宿す。それは成績に選ばれし王の使命。またか、なんだって？クリスタルに選ばれてんだから頑張れって。ノクティス、東の洞窟ポッシオへ。封印は解かれた。地の底に眠る最後の石碑を目指しなさい。帝国の者たちよりも早く。洞窟だ、次が最後。よし、さっさと済ませようぜ。いよいよ雷神様とご対面か。準備はしっかりしておこう。よろしく。やるぞ。 OK。 ああ。先に行くぞ。ノクト、上見て、ニクル軍だよ。サンキュー。しかし、神の力なんてもう授かれるんだな。間近で神話に触れることになるとは思わなかった。王都を出ただけで新鮮だったのにね。また頼むぞ。いや、頼むな。冷えるね。そうだな。おい、ノクト、上だ。雷神の力を得たら、今度は水神か？おそらくは。ルナフレーナ様もそう動いてくださってる。
水神とも儀式あるんでしょ。心配だね。容赦しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。おっさき。それ。お墓、回るのも続けるんだよね。ああ、別に忘れているわけじゃない。歴代王の力も必要だろうからな。だが今は大陣を待たせている事実だ。あ、着いたぞ。雨で野宿とか最悪。文句言ってねえでさっさと準備手伝えっての。よろしく。それ。俺たちの旅って歴代の王様と神様の力を集めてんだよね。結構すげえ響きだよな。打倒帝国ってのも近いな。案外現実味を帯びてくるな。お疲れさん。そうか。どうしたの。新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。頼むな。ノクト上見て、ニクル軍だよ。サンキュー。
あいつが最小だったとはな。怪しいどころの話ではなかった。なんで俺たちに構うのかね。さあ、揚陸艇乗ったの初めてだった。まあ、珍しい経験だったな。シドニーって優しいよね。どうしたよ。1日2日付き合ってくれたでしょ。探すの仕事あんのにさ。結局見つかんねえし、台車も断ったし、なんか悪かったな。台車は仕方ない。うん、代わりなんてないもんね。分かってくれてるぞ。次の連絡って電話かな。ノクト、上見て、ミクル軍だよ。サンキュー。まるで要塞だな。さっき飛んできたやつだよ。ずいぶん立派な壁じゃねえか。あの壁は昔の戦争の名残だ。それを帝国軍が利用しているようだな。どう攻めるか考えよう。ありがとな。お疲れさん。着いた。雨で野宿とか最悪。エグニス、何か策は？策というほどではないが、この人数で正面からは攻められない。潜入するなら深夜だ。敵に気づかれるまでの時間が少しは稼げる。それまではできる限り基地の情報を洗おう。レガリアの場所にも見当をつけておきたい。入手した情報を分析し、潜入方法と位置を確定する。そこら辺は頼んだ。いよいよレガリア奪還作戦だね。目標はレガリアの奪還。騒ぎを大きくしたくない。少しずつ確実に仕留めて進もう。で、夜明け前に撤退だな。ああ、作戦途中でも諦める。敵が体勢を整える前に引く。
合図を出したら一斉に行くぞ。それまで待機だ。3 2 1やれ。はい。しかった。援軍を呼ばれる前にしまおい。なんだよ。サーチライトだ。やり過ごせたか。慎重に進め。了解。闇に紛れて進め。ああ。いや。背後から狙え。一撃で仕留めるぞ。あれが基地の動力源？魔導エネルギーの装置なのは確かか。付近の魔導兵が強力なのはあれの影響かもしれない。ぶっ壊すか。こそこそしなくて済むぜ。いや、まずはレガリアを探すのが先だ。気づかれるぞ。音を立てるな。了解。よくやった。この調子で行こう。
こんなとこにいたのか。よかったね、見つかって。ああ、特に目立った損傷もなさそうだ。見つかった。作戦の変更だ。ここからレガリアを運び出す必要がある。形勢不利か。そうだな。ほらよ。ノクト、大丈夫か。ああ危ねえ。フラット。あたれ。死ぬなよ。もちろんだ。おい、悪い。ラストスパートだ。ほら、ここまでだ。くらえ。まだだ、終わっていないぞ。もう一歩すぎ。無駄口叩いてねえで戦え。魔導タンクを狙え。エネルギー暴発に敵を巻き込めば一撃で倒せるぞ。はっ。積極的に攻めろ。敵を弱体化できる可能性がある。隠れる必要は。もう見つかってる。好きにやれ。了解。対象は施設全体だ。敵を混乱させて基地としての機能を低下させるんだ。やってみる。時間かかっちまったな。
的にはな。しかし帝国軍にとっても大きな打撃のはずだ。後でコル将軍にも報告しておこう。ねえ、帝国基地を攻める時の作戦さ、オペレーション B2B にしない？は？ Battle to Break。 何かでそう言ってたの見たんだ。作戦に名前あるとさ、グッとくるじゃん。グッと？意味は大丈夫なのか？それより Battle to Victory はどうだ？まあそこは何でもいいよ。呼ぶときは B2B ね。雰囲気で言いたいだけか。あれ、久しぶりだ、ノクティス。レイブス、雷神の啓示を受けたか。それが何を意味するかも分からずに。おい、動くなよ。お前もなんかやばい。誰もかなわなかったというのに、選ばれし王たる男がこうも無力で愚かだとは。じゃああんたは何やってんだよ。なんで帝国軍でルーナまで狙って。敵の将軍に何を聞いている。盾のつもりか。分かってんじゃねえか。脆い盾は踏み台にもならん。くそ。おい、調子乗って。
ここで死ぬならそれが世界の運命。はい、そこまでにしとこう。おう、大丈夫？何が助けに来たよ。何を言っている？軍を帰らせるってこと。てめえふざけてんのか。次に会うのは海の向こう。うちもあそこの水神様に用事があってさ。ねえ、それじゃあね、王様、良い旅を。知り合いだったの？レイブス様。レイブスはルナフレーナ様の兄上だ。帝国軍は昨日ダスカ地方の街道の封鎖を解除しました。封鎖のために設置された施設についても現在は完全に撤去されています。ルシスの暫定統治機構は封鎖解除による街道の混雑混乱を避けるため、緊急性のない移動はしばらく控えてほしいと注意を促しています。ルナフレーナ様のお兄さんでしょ？前の将軍は王と襲撃の際に死亡したそうだ。テネブライの人間が最高位か。一体なんで将軍に？知るか。戦うとなれば脅威だな。ああ、レイブス将軍とかふざけんな。暑いな、さっきから。どっか入れば涼しいだろ。今日はちょっといいとこに泊まれそうかな。そうだな、ここならホテルもありそうだ。行くぞ。ああ、兄さん。どうした？ごめんなさい、まだ皆無には行ってなくて。帝国軍がここに来たの。ノクトのことは誰も何も言わなかったのに、ジャレットが切られたの、突然。それでジャレット助かんなかったの。ごめんな、助けてやれなくて。もうちょっと待っててくれ。俺が帝国をやっつけるから、約束する。俺も王子を支援します。私タルコットと一緒に皆無に行くよ。だって何かしてないとか。